今回松坂さんの旅の噂を聞きつけ、ある方が自宅に招待してくださいました。美術館のような建物、そこに待つのは、こちらはあの美術館かなんかなんですか？いえ、大統領の官邸です。大統領の、ね、松坂さんには内緒だったのです。招待してくださったのは、なんとアイスランドの大統領。松坂さんを歓迎したいと貴重な時間を割いてくださいました。このアイスランドは日本の人たちにも憧れの国で、Yes. アイスランドと日本は文化の違いはありますが、似ている部分もあります。私たちの国は島国であり、そして国中至る所に火山がありますね。だから私たちの国で初めて触れる自然や文化にどこか親近感を覚えると思いますよ。大統領は普段フラッと街中に現れることもあるんだとか。運が良ければ皆さんも出会えるかも。